臨月のお笑い芸人ホミン、映画メインブラックやレオンをコンセプトにした愉快な家族記念写真が話題。トレジャーファーストシングルアルバム。プレオーダーノーティスハズビーンアップローディッド。右向き黒三角。トレジャーファーストシングルイルビアムゼフィードステップチャプテロン2020-813オフリネリリース YG。海兵隊に入隊の歌手ロイ・キム、海兵隊公式ブログにて訓練ところでの近況公開。シャイニー・オン・ユ、明るい笑顔の近況写真が話題。B2B チャンソプ、末年休暇後は舞台に戻らずそのまま除隊、21日まで軍人身分維持。ジョングク、ジャスティン・ビーバーとダン・プラス・シェイがコラボした楽曲1万アワーズのカバーを公開して話題に。スーパージュニア・ヒチョルの SNS に悪質な書き込みをして告訴された人、さらに書き込んだ内容がズーズーしすぎると話題に。この書き込みをご覧になったらどうか許してください。本当にミスだったし、そんな大金を払えません。あなただけ順調に暮らしていけて、こうして力のない庶民を告訴ばかりして本当にそうやって生きていくつもりですか。それも芸能人なのに。本当に私が知っているスーパージュニアじゃないですね。いつの間にか金ばかり明らかにする人がスーパージュニアのメンバーだったなんて、私を告訴して、取り下げなければ私の死ぬのを見ることになります。芸能人でありながら、そんな風に生きていてはダメですよ。どうしてファンにそんなことができるんですか。両親も金がなく借金ばかりなのに、そして今就職もできずにいるのに、突然こんなことをされたら。どうかうちの事情を考えて、告訴を取り下げてください。はっきりとお伝えします。この文章を見ても何も話がないなら、あなたは人を一人殺すことになります。すぐに誤った選択を正してください。